グロースボットバールはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す小都市である。中心部に歴史的旧市街を有する。本市は州都シュトットガルトの北北東約2 6トル、ハイルブロンの南南東約1 6トルに位置している。本市はシュトットガルト地域及びシュトットガルト大都市圏周辺地域に含まれる。グロースボットバールは 自然環境区分上シュバーベンフランケン森林山地及びネッカーボン地の一部を含んでいる。本市はルートビヒスブルク郡北東部のボットバールタール中流域に位置している。この小さな川はグロースボットバール周辺のブドウ栽培が行われている斜面を縫うように北東から南西方向にこの町を流れる。旧市街はボットバール側の右岸に位置している。 北緯49度線を示すヒバーンホーフ通り沿いに、この町を通る北緯49度線を示す、河口岩の石踏みがある。ただし正確には、このプレートがあるのは、北緯48.9988927度であり、北緯49度線は、その約120メートル北を通っている。グロースボットバール市には、かつて独立した町村であった、ホーフウント、レムバッハ。 ヴィンツァーハウゼンが含まれる。1970年までのグロースボットバール市には、グロースボットバール、修道エン1 0 0号線沿いの小集落、ザウザーホーフ、ハウスベンツェンミューレが属していた。ザウザーホーフは1700年から1821年までは、ヴィンツァーハウゼンに属していた。旧町村のホーフウント、レムバッハには、ボットバール側の支流の谷に位置する村ホーフと、 レムバッハ及び離れた場所にある集落、シュテッツリンスベルク及びヘルトリヒス方フが属した。9、ビンツァーハウゼンには、グロースボットバールから北西約3キロメートルに位置するビンツァーハウゼン村落と小集落ホルツバイラー方ーフが属した。グロースボットバールは、北西はネッカーベストハイム、北はイルスフェルト、北東はバイルシュタイン及びオーベルステンフェルト、 南東はアスパハ及びムルの無人の飛び地、南はシュタインハイムアンデアムル、西はムンデルスハイムと境を接している。ムンデルスハイムはグロースボットバール市内の市境近くに無人の飛び地を有している。州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる。グロースボットバールの地域では旧石器時代から耐えることなく定住が行われてきた。 あらゆる文化的時代区分の出土品がそれを証明している。紀元後150年から260年までのローマ時代については3つの農園の遺構が発見されている。ローマ人、ガイウス・ロンギニウス・スペラトゥスは200年頃にブロースボットバール付近でレンガを焼いており、名前の頭文字 GLSP が刻印された製品が目印であった。このレンガは 例えば、バインスベルクやバールハイムで見つかっている。グロースボットバールは779年に古田修道院の寄進状にボテブロンという表記で初めて文献に記録されている。川の名前が町にちなんで名付けられたものであり、その逆ではないという可能性もある。初めて記録されたこの時点でこの村はフランケン公領の一部であった。この村の教区教会は フランク人の守護聖人聖マルティンに剣道されていた。当時の村は現在の旧市街の西にあたるマルティンス教会周辺であった。最初の在教貴族は12世紀に証明されている。都市建設はおそらく13世紀半ばに旧市街の西でなされた。市壁の外にあったマルティンス教会は教区教会の地位を保持した。1279年に ボトバーが初めて都市として記述されている。創始者はハインリート・ホーエネック・リヒテンベルク家族連合で近隣にある同盟のリヒテンベルク城を本拠地としていた。同家は1357年に城とそれに付随する統治権をビュルテンベルク博エーバーハルト2世に売却した。グロースボットバールはその後ビュルテンベルク領のアムトの所在地となった。 1496年にこの町にラテン語学校が開設され、1925年まで存続していた。グロースボットバールは、1525年にドイツ農民戦争の反乱活動の中心地の一つとなった。復活祭までに、近隣のブレンシュタインさんに200人の市民が集まり、その中からマテルン・フォイヤーバッヒャーを資料に選んだ。農民の反乱は、 急速に拡大し、フォイアーバッヒャーは、その後のビュルテンベルク公軍では8000人以上の農民を率いた。彼は恩恵であることと支配者との交渉に注力し、農民たちの大規模な暴力行為を抑えていた。農民軍はベーブリンゲン近郊で壊滅的な敗北を喫し裁判にかけられた。マテルン・フォイアーバッヒャーは常に 農民たちの人生に尽力していたため無罪となった。彼はスイスに出国し、おそらくバーゼルで亡くなった。現在グロースボットバールの実家学校は彼にちなんで名付けられている。グロースボットバール氏は農民戦争におけるその役割のために高額の罰金を支払わなければならなかった。1643、56年のマテウス・メイリアンの 同伴画に描かれた1640年頃のグロースボットバール30年戦争ではこの地域全体がそうであったように戦争の影響による飢餓と薬病に苦しめられた1635年7月から12月までだけで629人が飢餓、苦しみ殺人によって死亡したこの戦争全体でこの街は人口の2、3を失った1693年に グロースボットバールは、焼き打ちの脅迫を受け、突然襲来したフランス軍に、身の代金を支払わなければならなかった。それにもかかわらず、グロースボットバールの上官は破壊され、教区教会のすべての金と、オルガンが奪われた。ただし集落は、隣接するマールバッハと異なり、大規模な破壊を免れた。ビュルテンベルク王国建国後の行政改革に伴い、 1806年に、グロースボットバールは、行政機関所在地の地位を失い、オーバーアムトバイルシュタインに属すこととなった。1810年には、オーバーアムトマールバッハに移管された。19世紀初めの拡大期になると、1820年から1837年までの間に、中世の都市防衛施設の大部分が取り壊された。1894年に、 ボットバール鉄道が開通した。この鉄道はマールバッハからバイルシュタインを経由してハイルブロンに至るものでグロースボットバールにも駅が設けられた。この鉄道は通勤労働によるより良い収入の機械を住民たちに提供した。この町は工業都市に発展することなく人口増加も起こらなかった。1966年にこの鉄道は旅客運行を停止し、 1968年には貨物輸送も廃止された。この町は第二次世界大戦で大きな被害を受けなかった。1940年9月に数機の戦闘爆撃機がハウプと通り沿いの建物の多くを破壊した。戦後この町は多くの失意放射を受け入れ歴史的旧市街周辺の斜面に定住させた。1945年に本市は アメリカ管理地区の一部となり、その後新たに成立した、ビュルテンベルクバーデン州に属すこととなった。この州は1952年に、現在のバーデンビュルテンベルク州となった。1971年12月1日、バーデンビュルテンベルク州の地域再編に伴い、それまで独立していた2つの町ビィンツァーハウゼンとホーフーンとレムバッハがグロースボットバールニーが合併した。 1685年のレムバッハの絵図もともと二つの村であったホーフとレムバッハは1357年にリヒテンベルクからビュルテンベルクへの統治権売却に関連して初めて文献に記録されている。リョーソ村は1810年までアムトゴットバールに属し、その後自立した行政体となった。リョーソ村は1568年に融合し、 ホーフウンとレムバッハ村は一つの自治体となったが、1971年12月1日にグロースボットバールにもアッした。1871年のグロースボットバールの人口は3582人で、現在のルートビヒスブルク軍の軍域で5番目に大きな集落であった。その後数十年間にわたって人口は停滞、あるいは減少し、 1939年の人口は3043人であった。第二次世界大戦後人口はゆっくりと、しかし着実に増加した。現在人口は8000人を超えている。このうち約5700人が中核祝、1500人がビンツァーハウゼン、800人がホーフレムバッハに住んでいる。聖マルティンス教会16世紀に宗教改革がなされて以降、 グロースボットバールでは、福音主義が主流であった。現在も、グロースボットバールと、ビンツァーハウゼンにそれぞれ福音主義協会組織が存在する。マルティンス教会は、教団集会所とともに、福音主義、グロースボットバール協会組織の中心を成している。この教団の聖職者リストは16世紀にまで遡る。福音主義、 グロースボットバール教会は1919 19年から病人介護施設を有している。第二次世界大戦以後、町の中心部にローマイコールカトリック教会も建設された。この他に、両地区には、それぞれ一つの福音主義メソリスト教会もある。さらに、中核地区には、エホバの商人や新使徒教会が、ビンツァーハウゼンには、フライエビブルシャゲイマインデがある。 グロースボットバール市長者2019年の市議会議員選挙以後、グロースボットバール市議会は18議席からなる。この他に市長が市議会に参加し議長を務めている。この町の紋章は金字で横向きの黒い鹿の角の下に自然色のコウノトリが描かれている。15世紀から印象に用いられているコウノトリについては、 様々な解釈が行われている。ある説では、コウノトリが冬の渡りの前にグロースボットバールに集まるという伝承に由来するとしている。別の説では、リヒテンベルク家の白鳥の紋章に由来するとしているが、その統治権が失われた後のことについては説明できていない。赤から黄色の配色の町の旗は1979年4月24日に承認された。 それ以前この町は赤から白から木から黒の配色の旗を使用していた。この町に合併した旧町村の紋章は以下の通りグロースボットバールのマルクト広場グロースボットバールは多くの見どころがあるビュルテンベルクワイン街道に面している。周辺の多く町とは異なりグロースボットバールは戦争でも火災でも破壊されていない。このため旧市街には 死壁の移行のほか、多くの木組建築を含め15世紀から17世紀の家屋の存続率が、この地域としては特異的に高い。この町の象徴的建造物は、1556年から57年に建設された歴史的視聴者である。上層部の窓に創建時代のガラスモザイクが残されている。機械仕掛けの視聴者時計は、1776年に、 フィリップ・マテウス・ハーンによって新しく作り直されたものである。視聴者前の市場の泉はおそらく町の建設期からすでにあったもので、その後何度も改修が繰り返された。現在の1930年に作られた泉の像は、ま巻9人をかたどっている。隣の丸クと広場2番地の建物は1754年に宿屋、ツームアドラーとして建設された。 斜め向かいの1434年に建設された、シュタットシェン家はこの町で最も古い住居であり、ルートビヒスブルク群でも最も古い木組建築の一つである。ランゲンガ合戦に立つ1542年建造のシーフェスハウスも見応えがある。マルティンス教会は、早くも1279年に記録されており、1495年と1791年から92年の、 増改築を経て、現在の姿になった。16世紀、または17世紀から続く歴史的な旅館、ツーアローゼは、1789年に捕獲された、グロースボットバールの盗賊ヨハンダーフィトリンゼが、経営していた。この他の見どころとしては、かつて市教会であった、旧学校、ビンツァーホイザー通り2800年頃建設された、立派な福音主義集会所。 フォークトガッセの旧大館所、ベリフェルガッセの歴史的建造物、ミュールガッセのブルガーミューレと、ムルハルター・プフレクホーフ、レヒベルク城館の代わりに建てられたハイルブロナー通りの、オギがある。リヒテンベルク城超一区分では、オーベルステンフェルト町にあたるが、グロースボットバールの高台に、リヒテンベルク城がある。この城は、ボットバールタール全体の象徴的建造物となっている。 ビンザーハウゼン地区の近くにウネンシュタイン山がある。これは高さ394メートルの市内の最高地点でルートビヒスブルク軍の北の軍境を成している。この山には1889年に建設され、1937年にかさ上げされた展望塔があり、ハイキングの目的地となっている。ホーフーンとレムバッハ地区には修復された古い共同。 ケルターがあり、現在はイベントスペースとして利用されている。特徴的なものはこの他に、豊富に一つ、レムバッハに一つある古いパン焼き小屋がある。これらは現在でも利用されている。1897年に設立されたシュバーベンアルプス協会グロースボットバール地区グループは、1997年にアイヒエンドルフ記念バッジを授与された。グロースボットバールは、 オーベルステンフェルトと共同で下級中心の役割を担っている。グロースボットバールは幹線交通から離れている。二本の修道が街の南端で交差しているだけである。このうち1本がボットバールタールを貫いており、もう1本はこれを横切る形で、キルヒハイム・アムネッカー及びバックナングに通じている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは西に、 約5キロメートル離れた A81 号線のムンデルスハイムインターチェンジである。1894年から1968年まで、グロースボットバールとホーフウント、レムバッハは、マールバッハアームネッカーからハイルブロンに至る狂気鉄道、ボットバールタール鉄道に面していた。オーリツビュルテンベルククニーー鉄道は、タイプ E やとタイプ I の駅舎を設けた。線路の 軌道跡の大部分が自転車道に転用され、グロースボットバールは現在アルプネッカー自転車道のステーションとなっている。公共近郊旅客交通は、シュトゥットガルト交通、運賃連合のバス路線によってカバーされており、近隣の集落及びマールバフハームネッカーやバイルシュタインに運行している。シュトゥットガルト国際空港は、約 55km 離れたラインフェルデンエヒターリンンにある。 グロースボットバールには、基礎家庭学校ブネンシュタンシューレを併設した、マテルンホイエルバッハー実家学校がある。シューレ・アンデアリンでは、養護学校である。三つの地区のいずれにも幼稚園があり、主有だけで4園がある。市は、市立図書館を運営しており、ビンツァーハウゼン地区に文書を有している。本市の電力網及びガス網は、スーワグエネルギーエジーの子会社であるシナ。 GMBH によって運営されている。上水道は、地元の水と、よそからの水が混合されて供給されている。目的連合、グルッペンクレールベルクヘルデンミューレがグロースボットバール、およびシュタインハイム、ムル、エルトマンハウゼン、ベニンゲンの排水浄化を行っている。人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%子会社である、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が担っている。 エイビルはルートビヒスブルク軍の委託により廃棄物の削減、回収、廃棄業務を行っている。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。